今日は趣味の園芸ということでスイカの作り方を愛子先生に教えていただきます。先生どうぞよろしくお願いいたします。まず先生のお話では土が大事ということで畑をよく耕していきます。はい、よく耕しますよ。よく耕しますね。はい、よく耕していきますね。で、水をやったりなんかいろいろとお世話があるそうなんですけれども、その辺飛ばしまして、小さなスイカが実るところを先生どうぞよろしくお願いします。あ、ちょっときつい、大丈夫ですかね。そのスイカをまたいろいろとなんか水やったりあるそうなんですけれども、大事に育てまして、大きなスイカを先生に作っていただきます。先生いかがでしょうか。スイカの名産地、綺麗なところよ、素敵なところよ、可愛いあの子の晴れ姿、スイカの名産地でした。先生ありがとうございました。